こんにちは、ネモです。タメもやっていきます。今回ですけども、来ましたねと、夏の夜の肝試しガチャと。はい、では詳細を見ていきましょう。で、夏の夜の肝試しガチャ1回限り11連で期間限定キャラが1人確定というガチャが来ましたねと。で、ベル君とあとはミコトの別バージョンで、冒険者の鹿島、アシストの竹見和地が追加になりましたと。で、ベル君は魔法攻撃型、ミコトはバランス型で登場という感じみたいですねと。で、ベル君が結構性能が良さそうな雰囲気はありますね。敵単体に脅威力の素早い非属性魔法攻撃、そして全体攻撃もできるようになりましたと。プラスアルゴノートの力があります。で、必殺も超脅威力の非属性攻撃なんで、まあ、そこそこ強いんじゃないかなという感じですね。プラス、まあ、物理攻撃も、まあ、割とできますよという話と、あとはミコトの方は全体攻撃ができるようになったのと、物理耐性と敵のガード率を減少という形なので、物理の、まあ、合図とか、まあ、今後出てくるだろうキャラクターとか、あとはベートとかと組むとなかなか強さがあるんじゃないかなという感じでございます。そして、鹿島防御型、敵全体に超威力の物理攻撃、発動ターン中味方の攻撃を身代わりで受ける弱威力の物理と、あとはこの忍耐の構えっていうのは結構面白そうですね。どういう感じかわかんないですけど、使ってみないと。ヒットポイントが最大値の 40% 以上の時、1回だけ生存効果を得られると。どういう感じなんでしょうね。なんか1回使ったらリジェネじゃねえや、リレイズ的な効果を得られるのか、使ってるターンに攻撃を受けたらっていう感じなのか、ちょっとその辺がわかんないですね。そして竹見和地、カウンター率の現象ですね、という感じになっておるようでございます。で、とりあえず11連して、あとはイベントの話とかをしようかなと思ってます。これいくか。じゃあで、もう11連は、まあ、引くかどうかって話と、あとは、まあ、生放送でやれたらいいかなと思ってます。たまにはこうファミリアのメンバーの人たちにね、ちょっと11連してあげたいなという気持ちもあったので、ちょっとここはまあ分割してもいいかなと思っていたりします。いきましょう。にゃー、ご予約のお客様、どっち強いんだろうな。2人出てくれると助かるんだけど。にゃにゃ、秘書の好みに偽善なる恩美の侵略を。はい、君じゃない。にゃー、お、にゃにゃ、いつも言っているが、初心を忘れるな。あ、割と嬉しい新キャラ。もう出ないかな。3すら出る気配ない。浴衣って簡単に脱げちゃうんですね。オッケー、ということでベル君が出ました。え、これ確定分じゃないよね。まだ終わってないよね。確定分だ。確定分だ。はい。ということで僕はベル君の方が出ました。みこと欲しかったな、ちょっと。という感じでございますね。はい。で、ベル君ね。こっちじゃないか、こっちか、こっちか。浴衣のベル君が出ました。どっちがいいかわかんないけど、ちょっとミコトが欲しかったな。タイプ違うんでね。デバフのタイプがね。で、さっきいろいろ見たけど、まあほんとバランスよく、まあ能力があって、
で魔力にまあ触れてるって感じですね。やっぱはい、魔法攻撃型ということでベル君が出ましたという話と、あとは新しくイベントが、リリちゃんイベントと、あとは肝試しイベントですねという感じで来ております。でリリちゃんイベントの方はまた別で動画を出そうかなと思ってますんで、今回はこっちをちょっとやっていこうかなと思います。ノーマル回っていくか。でせっかくなんでベル使う。まあいっか、ベル君もまたまとめればいいか。手土産の一つでも持って帰ろう。でフィルフィスの時と同じような感じのイベントですね。とにかく周回して石みたいのを集めて交換所で交換していくということなので、とにかく行くよ、まあ、イベント進めましょうという話ですね。おそらく皆さんも進められているかと思いますが、僕も全力で、まあ、生放送なりこういった動画の中でね、ちょこちょこと進めていければいいかなと思っております。この恐怖のかけらってやつですね。にしても僕やっぱベル君と縁があるんだな。めちゃめちゃベル出るもんな。やりましたね。よし、準備はいい。でまあ序盤の方はそんなにこう難しいという印象はないので、まあ、動画にまとめるとしたら、まあハードとかベリーハードの難しそうなところをこうまとめられたらいいかなと思ってます。まあ序盤は大丈夫だね。行くよ。いい結果ね。うん、特に精進するといいわ。ものすごい問題ってのはなさそうですね。お弁当用意してますよ。やれやれ。で始められたばかりの方はわからないですが、多分ここまでこうリリースからとか、あとはまあ数週間前に始めましたよという方々にとっては、まあここの序盤の方はそんなに問題はないと思うので、別段特筆するとこはないですね。でボスもまあ普通の敵ですね。まあこういった形で全体攻撃持ちのキャラクターでバンバン進めていって、後の方はしっかりとこうパーティーの構成を組んだりとか、そういった対応が必要になると思うので、またその時にでもちょっと話ができればいいんじゃないかなと思われます。でかけらが、まあ、今2個しかないんですけど、まあ、集めるとこういった形でフィルビスの時と同じように絆なり、チグサなりと交換ができますと。であとは、バリスの交換もできるので、これはしっかりと交換をしていきたいですね。1日2回かバーっとやって、この3万バリスのやつを交換していかないと。これは絶対に交換した方がいいですよ。お金は大事ですからね。よくね、まあいつでも本当にお金は大事なので、なくなるんで、ね、すぐしっかりとお金は貯めていきましょうという話でございますね。であとはリリちゃんもまあオーブがあるので、これを使ってなんとかね、ハードベリーハードを越せる、まあ越す動画を出せればいいかなという感じで考えております。はい、ということで今回はまあガチャをして、まあ、ベル君が出ましたっていう話と、あとは新しいイベントの、まあ、簡単な概要の説明ですねをさせていただきました。おそらくお知らせにも、まあ、こういった形で詳しく新しいイベントのお知らせが3つ来てますので、ぜひぜひ、そのあたり皆さん見ていただければいいんじゃないかなと思います。あとは最後にね、僕のロビーグループですね。ロビーの断面もグループがついに、準公式のグループに次いで2番目の超大所帯グループになりましたと。今450人くらいかなの方と断面も楽しんでいますので、もしよろしければ
このコメント欄の下の方に URL を書いておきますけ